はい、今回はですねゲームボーイポケットなんですが、まあ、ゲームボーイポケット初期型はですね電源ランプがついていないんですよね。それでですね、まあ、コメントだったかツイッターだかちょっと忘れちゃいましたけども電源ランプをつけたいということだったんですが、ですねそういえば2004年に作ったことがあるなということで、とりあえず探してきました。何度かね動画の中にも登場してきましたけども、まあこのちょっと改造されたねゲームボーイポケットなんですが、まあツートンカラーになっていたりとか、スピーカーの部分ねちょっと開けてみてメッシュを入れてねカッコつけたりとかねしてますけども、まあ最大のポイントはですね、ここひどいね、めちゃくちゃビネガーですね。ここですね、電源ランプをですねここにつけました。2004年の段階だとですね、まあ LED もなかなかでかくてここぐらいしか入んなかったのか、これしかなかったのかちょっと覚えてないんですけどもね、ちょっと動かしてみましょうか。どんな感じかというと、まあ電源オンにするとここのね LED が点灯します。こんな感じで光ってるの分かるかな、こんな感じで光ってます。切るとこんな感じね。もう一回、これが点灯。まあこんな感じでオフにすると消えて、まあちゃんとね連動してるのが分かると思います。まあこの辺もね自分でレンズを作ったりもしたんですよね。今はこう綺麗なシェルとかねレンズも売ってますけども、では開けてみたいと思いますが、ちゃんとね開けやすいようにプラスネジに改造してあります。標準はですねY 字型のネジになってます。では開けたいと思いますが、どうだ、なんかくっついちゃってるな、コードが引っかかっちゃってる、ちょっと潰しちゃったなこんな感じで入ってますね。まあこの電源オンオフのちょうどスイッチの後につけてますね。でちゃんと抵抗も入れてはありますね。保護抵抗というやつですけど、 LED を点灯させるときには必ず保護抵抗が必要ですね。こいつを外してしまいましょうか。まあ、初代ゲームボーイに比べて本当にね非常に分解が楽になってます。基板のネジは3つでした。ただねこの時代は本当 LED がねまだね大きいのしかちょっと買えなかったんでしょう違う場所からポコッと出しちゃってて、まあ、できれば初代ゲームボーイとかゲームボーイポケット後期型みたいにね液晶の横に LED をつけたいということなんで、ちょっと研究しないとね分かんないなということなんですが、うわーこれひどいねこれはひどい液晶になっちゃってます。こちら側はまあ自分で塗装したからねちょっとねスプレー痕が残ってます。さあ基板の方ですね。そうですね、この表側にねなんとかプラスの電源とグラウンドがあればいいと思う。グラウンドありますね、グラウンドありますんで、この辺からね引っ張ってきて、まあチップ型の LED ランプかなんかつければ正面につくんじゃないかなと思ってます。そんでもってねどんな電気回路だったかなということで思い出すために、ひじきっしゅ公式サイト残骸ですね、残骸を見てきたら、こんな感じの回路が出てきました。当時の、まあ、写真というかホームページですね、2004年に作ったということになってましたが、ちょっとね回路図が古いので書き直しましたけど、まあ、最近というかいつからか忘れちゃいましたが抵抗のね電気図記号が変わっちゃってこう四角になってましたよね。まあこんな感じの回路になっていて、スイッチの、まあ、電源電圧のねスイッチの後にこの発光ダイオードと保護抵抗をつける必要があると。電源直下だとねつきっぱなしになっちゃうんだね
必ずスイッチの後にするというのがポイントですね。で、保護抵抗値どうするのかっていうのが最大のポイントになります。まあ、電源電圧引く、純電圧割る、閉殻電流といった公式でね、求めることができますけども、電源電圧はね、ゲームボーイポケットの乾電池2本分なんで 3V になります。そして、純電圧になりますけどね、この辺がですね、ちょっと、まあ、データシートとか見ればわかるんですが、まあ、一般的に赤、オレンジ、黄色とかね、黄緑などは、まあ、だいたい 1.8 から 2.2V 程度っていうのが一般的なんですよね。あと、白、あとは青とかね、そういった LED は 3.2V 前後というのは、まあ、言われてますけども、まあ、だからといって絶対というわけではなくて、まあ、緑でもね、3.6V なんていう純電圧のものもあります。まあ、一般的にはこうデータシートっていうのがね、出てますんで、それを調べるのがいいとは思いますけども。純電流はですね、こちらでいいかな？まあ、買ってくるときにね、こう書いてあるものもあります。まあ、これ買うとですね、この裏側にありますね。これ抵抗付きなんで何も考えることなくこれをつければいいタイプなんですよね。この裏側にいろいろ書いてあります。乾電池3から6ボルトに使ってねと。ここですね、定格電流25ミリアンペアと書いてあります。まあ、その結果を出すとだいたい330オームの、まあ、保護抵抗が、まあ、この場合付属しているということになりますよね。で、まあ、LED だけしかない場合は、まあ、適当にこう、抵抗をつけて、眩しいとか、眩しくないとか、暗いとか、そういったんで少しずつ変化させるしかないのかなと思いますけどね。まあ、どうでしょう。だいたい200オームとか300オームあたりをつけてみて、抵抗値をね、自分で変化させてもいいんじゃないかなと思います。ですね。そしてちょっと今探してきたんですが、このようなちっちゃい LED がありますんで、これ今 3V でついてます。よく見ると抵抗っぽいのもついてますんで、このまま、あのね、ゲームボーイポケットの方に取り付けできるんじゃないかなと思います。ちょっとね、予測なんでわかんないんですけど、まあちょっとやってみたいんですが、今日ちょっとね、時間がなくてここで終わってしまいます。次回はね、ちょっと回路を取り付けて、あと、なんだろう、レンズとかね、あの穴開けないと光ってるのが見えませんので、そういった側の加工も必要になってくると思います。ではまた。